ご無沙汰しております。ご無沙汰します。ご無沙汰です。どうもです。0014カトルセ、久しぶりに動画を撮るということで、僕も今日は楽しみにしてきました。で、この動画をご覧になっている方々、本当にありがとうございます。まあ、もしかしたら以前この3人のトークプラスアルファ中村健吾選手とかね、まあ、いろんな方をお招きしながらサッカーのちょっとね、普段なかなか聞けないような話を運営してきていたわけなんですが、まあ、一旦3人ともそれぞれのフィールドでということで、まあ、いろんなことを3人ともやっていましたけども、ちょっと久しぶりに喋ってみようかということで、まあ、一区切りついたヨーロッパのシーズンも一区切りついて、で来シーズンに向かうところで皆さんに楽しんでもらえるような動画に今回はなればいいなと思ってますんで、よかったらご覧ください。まあ、まずは戸田さんにお聞きしたいんですけども、なんといってもチャンピオンズリーグ準決勝も決勝も、まあ、その前もですけども解説されてました。はい、で、まあ、戸田さんの YouTube の、ね、はい、チャンネルも僕もいつも読んで、まあ、見てるんですけども、試合終わった直後のちょっと興奮冷めやらぬ状態でこう喋ってるあの30分ぐらいの動画は楽しいですね、あれ。あ、僕の車のやつですか。そう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 。あれはね、本当に時間がなかったんですよ。あ、まあまあまあ、そうかもしれないですけど、そのでもなんか僕らもその直後にもちろんね、すごくこう深い話聞きたいのはもちろんあるんだけども、それはまた整理した後で聞ければいいなと思うところで、でもちょっと興奮して寝れないみたいな感じじゃないですか。もうね、もうこの4時からの試合ずっと ELCL あって、もうみんなあれ見た後、はい、なんとなくもういやすげえの見ちゃったなと思った時に、でパッとあの動画がやってくるとあれずっと見ちゃうんですよね。まあだからまだ僕はあの表向きサッカー解説者なんで一番メインに来る肩書きは表向きサッカー解説者なんで、で、まあ、今回はほらもうファイナルまでやるの決まってたから、はい、僕はね、はい、当然、まあ、それ以前もそれこのその始まってからも見るんですけど、その見たものを自分がどう感じてるのかっていうのを、まあ、僕のチャンネルだから出しとこうかなって思ってたんですね、もともとね。じゃあこうメモ感覚というか。そうです。でそれよりちょっと前にやっぱり一番いいのは試合に終わった直後に振り返りやるのが一番いいなみたいなことになって、はい、一番最初は小沢くんがあのダゾンのブースの中でね、配信終わった後に撮るっていうのをまあ僕はそれパクったんですけど真似をしてそしたらブース使えなくなっちゃったんですよ。そうなんです。あ、なんかもろもろありまして。そうなんです。ブースがちょっと使えなくなって、なんかあったらっていうことらしいんですけど、で一旦それがまあなくなったんですけど、今度僕がやってみたのはホテルに直帰して、はい、ホテルで80分ぐらい振り返りをするって。それは本当にあのリアルタイムであの中継してるときに僕はもう2画面でずっと見てて、はい、でもう事象は全部書き出しといて、でも終わったらすぐホテルに戻ってライブ配信してたんですよ。ああ、そこで。それはそれで僕は結構自分は面白くて、で結構参加してくれる人も多かったんですけど、ただ非常に負荷が高いっていうのと、まあそうですよ、ね、負荷めっちゃ高いんですよ。試合終わった後ですもんね、大体試合で解説やってんのに。はい、で実際 のシーンも何分何秒とかっていうのボードをホテルまで持ってってでやったりしてたんで、まあそれはでもなんか後々にそういうことができるようになったらいいなっていう。だからダゾンでヨーロッパの、ね、大きな試合の中継やって、そのまま別の部屋に移動してすぐやるとか、それじゃ YouTube チャンネルで出すとか、そのダゾンの YouTube チャンネル出すとか、もうちょっとそういうすぐ試合の振り返りを熱量が残ったままやるみたいな、ね、そうね、詳しさも必要なんですけど熱量みたいなのもあった方がいいなと思って、まあ、そんなことをやってたんですけど、まあ、今回はそこまでは時間が取れなくて、実際にあで大学の僕も一応大学の方で、はい、あの指導させてもらってるので。そうですよね、その移動中なんですけど、あれはうーん車ながらなんですけど、まあ、でも10分ぐらいでなんかコンパクトに取れれば、まあ、ファイナルまでも担当するの決まってたので、うん、まあ、その試合を見た時のなんかまあ興奮の部分も含めて、まあ、出したらいいんじゃないかなと思って、うん、ちょうどまあ僕が推してたアタランタが来たりとかライプツィが来たりとか、うん、僕は CL 始まる前にもこのツグラブ推してたんで。そうなんですね、はい、そういうのもありましたし、
まあ、実際今回はですね、まあ、いろんな多分要素が相まってだと思うんですけど、めちゃくちゃレベルが高かったと思ったので、まあ、おそらくあリーと、グの合間にこう挟まって行われるものとは違くて、そうですよね。きちんと休んで、でもその集中開催に向けて全ての準備を行って、で一発勝負だみたいなところもやっぱりこう雰囲気とすると切るか切られるかみたいな感じになりますから。いや、だからちょっとこう、なんていうんですかね、180分だと、こう、なんとか取り戻せた部分は取り戻せないっていうことがよくあったじゃないですか。だからその90分であったからこそ、より凝縮された部分もあって、準決勝までの一発勝負っていうのは、ちょっと今まで見たことない感覚だったんですけど、そうですね。ちょっとだからワールドカップに雰囲気似てんのかな。あ、そうかもしれないですね。国は背負ってないですけども、まあ、その短期の中で目いっぱい出し尽くす。で、その大会のためだけに準備をして、で、他のコンペティションで並行して、大体ビッグクラブで並行してタイトルを追うじゃないですか。そうですね。で、スケジュール詰まってるので、そんなにこう具体的に準備ができたりしないと思うんですけど、で、決勝だけシーズンの後にちょっと間が空いて行われたりすると、そうですね。昨シーズンでいうと、リバプールとシティの、スパーズの決勝戦は、なんか逆にちょっと間が抜けた感じになっちゃったりしたので、そういう感じがまずない、まあ、コンディションもすごく良い、準備もできてる、で、その勝って次の試合が割と近いので、なんかその熱量というか、その雰囲気が、盛り上がっていく雰囲気がそのままこうなんか続いていく感じがしたんで。だからなんじゃないかなって思いました。だからもうお互いこうスカウティングもし合える中でね、で直近の試合がそのチャンピオンズリーグの準決勝とかなっちゃうわけじゃないですか。で、そうなった時の駆け引きみたいなっていうのも楽しめましたよね。でもあれ、まあ実僕、は本当のスタジアムで無音じゃないですか。そうですよね。僕たちが聞いてるのは、音声が入ってるんですけど、アレンジ入ってますもんね。俺、よくこの無人のスタジアムでこんなプレーできるなと思いました。まるで超満員のスタジアムでもうずっと、まあ、すごい歓声が鳴り響いてるような環境でプレイしてるように見えちゃうんですよ。すごいだけのものになってるから、まずそれがなんか思いましたね。まあ、今回、ちょっとまあ今言ったように特別だったとはいえ、まあ歴史的に見ても、このサッカー自体も少しこう、いろんな転換期だったような CL の決勝トーナメントだったと思うんですけど、それはいかがですか？そうですね。だから、少し前のところで言うと、まあ、いわゆるそのポジショナルプレーっていう概念と、まあ、僕はそのストーミングっていう言葉自体があんまりピンとこなかったですけども、そういう潮流ができたとしても、リバプールと例えばシティが融合するみたいな今スタイルになってきてて、そうですね。で、まあ、ライプツィヒも例えばラングニックの派閥があって、今、サウサンプトンで監督やってるハーゼンヒュットルの時は、確かにもうとにかくもう4-2-2でもう入れ込んで猛烈にカウンタープレスとかいう時代があったけど、今、じゃナーゲルスマンがライプツィ監督したらもっとバランスは取るようになりましたし、そうですね。だからそういう意味ではゲームをコントロールしながら、その局面の中にその、まあ、ストーミング的な要素が入るみたいな、そういった中ですごくトップの選手たちは、やっぱポジショニングっていうこともおそらくは、まあ、プロセス見てないんで断言できないですけども、要はその不確定、アンプレディクタブルなものをなるべく排除した中で、やっぱり高度なこう駆け引きとぶつかり合いが行われるようになってきたなと、世界的にもそういう流れがすごく広まったと思ったら、バイエルみたいなのが出てきたんですよ。そうですね。なんかもう破壊しに行ってるじゃないですか、すべてを。もうハイリスク、ハイリターンで、もうバイエルにはなんかもうし、切り替えなんてないんですよね。僕、すごく戸田さんがおっしゃってた言葉ですごいこうしっくりきたのは、シームレスですね。シームレスなんだ。もう切り攻守替えとシーかムがレない。スよ。トランジションないですもんね。トランジションがもう存在してないように見えるんです見ね。える。こっしかからもここがこ切り替わりだとかじゃないんです。う、あ、だから例えば、まあ、例えば、あらば、だから右サイドにこう、サイドチェンジの長いボール左足で蹴って、相手のディフェンスがインターセプトしたんだけど、インターセプトするのを見越した上で、ニャブリが狙うとニか。ャブリが狙って、ニャブリがしかも、ものすごくクリーンにボール取って内側に入ってきてみたいなシーンがあったじゃないですか。まあ、得点につながったシーンですけど、だああいうの見てると、今までだったら、失った瞬間に一気に行くぞじゃなくて、まあ、相手がもう取るの分かってるから、トラップしたところをそのままきれいにいただこうみたいな そういう部分には僕見えたんですけど、あれもなんかこう、
ちょっと新しいというか、まあ、今までとちょっと違った形のシームレスなこう攻守っていう、ですかね。まあ、なんかもう常にゴールを目指してるんだよなっていう。ボール持ってても目指しますし、持ってなくても要はゴールを目指してどんどんボールは奪いに行きますし、だセットして守るとかない、今のバイエルンないんですよね。一回戻ってきてセットとかないんですよ。どこでボールを失って もうそのままプレッシング入ってですね、キーパーに下げても必ずトップに移動しますし、うん、まあ確かにそれはトーマス・ミラーがいて、まあゴレツカがいて、レオン・ゴレツカが後ろにいて、うん、まあ、レバンドスキー、ニャブリ、まあ、ペリシッチみたいな選手がいるので、うん、やっぱその急にフィットネス、フィジカルって向上しないじゃないですか。そうですね。意識の部分が変わっただけで、要はそういう肉体を持ってるからできるってことだと思うんですけども。でも、とはいっても技術レベルが低くて、要はそのエラーの内容が悪ければ、うん、そんなシームレスも発生できない形でカウンターを受けちゃうわけだし、まあ、バイエルンでもカウンターを受けてピンチはあったんですけど、もちろんありました、もちろんありました。ただ彼らはほらボール持てって言ったら多分ずっと持てるチームで、うん、でもそれでもなんかプレーの選択肢は常にゴールに一番近いところからみたいなところが、まあ、すごくなんか見てて、そうなんですよ、そうなんですよ、もっと別にもっと近い距離であのボールを保持しながら入っていくことは十分可能なチームなんですけど、あえてなんかもう一番近いところから取りに行くとか、それが多分あのクラブの選手にとって一番心地がいいっていうんですかね。トーマス・ミラーもそうだし、レオン・ゴレツカもそうですし、うんうん、まあ、ニャブリーもそうなんでしょうけど、うん、ダイナミックに動いてこそなんかこう良さが出る選手が確かにいるので、確かにやっぱあのフリハンス・ディーター・フリックがドイツ代表にいた時にワールドカップで勝ったっていうのは僕は納得がいきますよね。あのブラジルの時ですよね。そうで、あの人がいなくなってからドイツがやっぱりこうポジションの方にこうちょっとガーッと傾いてしまって、で、あのロシアの時にうまくいかなかったのもなんか合点がいきました。うん、まあ確かにあのずっとそうポジションじゃなくてカウンターも大事にしなきゃダメだって言ってたらしいんですよ、レイブに対して。なるほどね。ただまああのバイエルンが見せたものが今後世界のなんかこう主流になるかは分からないですけども、ちょっとまああれだけのそのメンツ揃えて あれだけのコンディションで、はい、その例えばリーグ戦が同時に行われた時に、はい、あのパフォーマンスさせるかったらちょっとまた違う要素が出るかもしれないですね。でもリーグでもやってました。あ、まあまあそうですね、もちろん、ただ保持率がやっぱ平均の保持率がバイオラ64あるので、やっぱそういう意味では相手も、まあ、バイオルンが持つ前提でこう構えるみたいなところがあったんで、あそこまでこう すごく早い展開にはなってないですけど、うん、でもじゃあパリ・サンジェルマンどうかって言ったらネイマール俺びっくりしましたよ。あ、こんなことはできるんだっていう、だから急にできるようになったっていうのはもともとできるものを持ってて、もちろんバルサでプレーしてる時もね、小坂左の中盤に降りて、うん、やっぱりメッシ・スワレスがいてこうすごくハードワークしてたとこを見てたから4にやってましたからね、あるんでしょうけど、まあ、あとはもうこっちなんでしょうね、うん、意識の問題で、でもあれだけワールドクラスのビッグプレイヤーがボール持たないアクションでも攻撃面の背後にもどんどんスプリントするとか、まあ、プレッシングもやっぱり一つ目のアクションのスイッチ入れてバイオルンスも何回寄ってましたからみたいな、うん、こういうのが結局また一つあのサッカーのあり方というかトレンドになっていく部分はあるとは思うんで、もちろんそのスケジュールとか、うん、いろんな要素は今後も出てきますけど、でも実際に世界のトップの選手はまあ、あれができるっていうのは証明されちゃったんですか、された、あとはスケジュールの問題でするかしないかだけで、彼らはそれをできるっていうのを、あのとんでもないスピード感の中でああいうアクションをずっと起こし続けることができるっていうのはもう見せてしまったんで、これはすげえ罪深い大会だなと思ったんですけど、僕も見ててなんかもう、まあ、すごく本当に質が高くて興奮しましたけど、もうこんなん見せられたらどうすればいいんだろうと思いました。それは小澤さん、やっぱこうね、こうヨーロッパの中でもそうやって他のチーム、もしくは他の国々が思ったところもあるかもしれないですよね。いや、スペイン勢なんかはまさにそれ思ってますよね。ああ、さあ開いちゃったなって、やっぱ指揮者は言ってますし、あの強度でアップテンポシームレスであれだけね、プレッシングかけられたら、それ回避できる術を、バルサもあのざまでしたし、パリですらやっぱり回避できなかったっていうところを見ても、これちょっと大変だなっていうことは言ってますよね。まあ実際、小澤さんもね、ご自分の YouTube チャンネルで、その、ラリーガ自体 そのレベルが下がったというよりは、その世界のトップが上に行ってラリーガの、まあ、ボトムの方のクラブは力つけてきて、よりこうトップのチームを苦しめるようになってきたっていうことはおっしゃってましたけど、まあ、それは、まあ、まさに事実ですもんね。まあ、ただその一方で2強のレベルが下がってるのはやっぱりゴタゴタもあって、今のバルサのゴタゴタもあって間違いないので、まあ、やっぱりそこは
もう少しラリーガーのレベルを引っ張ってもらうためにも2強プラス、まあ、アトレチコがね、やっぱライプツィヒ戦見てもシミオでやっぱり保守的に行っちゃったなっていうところは現地でも相当批判されてますし、最初から言っておけばよかったじゃんってやっぱり言われてるんで、やっぱその辺の、ね、ところは、ね、あのやっぱり批判はきちんとされてますよね。まあ、昔はね、やっぱり最初は少し、抑え気味にみたいなね。最初から言っとけばよかったじゃんっていう、その言っとく方法論がどれぐらい今のシミオネに、例えばナゲスマンと比較してあるか、ね、うんうん、その こっちの部分は分かるけどね。うんうん、でその先、バルサがまあ粉砕されたみたいな話になったんですけど、うん、でもその連続した展開の中でどんどん飲み込まれていく感じは確かにあって、はい、シーンが切れずにどんどん続けば続くほどやっぱりバイエルンがこう引きずり込むんですけど、はい、でもやっぱりこう1回の攻撃でうまくいった時のバルサの攻撃の質は確かに高いですよね。だからそれがこうどんどん続いていった時にやっぱりもう、まあ、バルサの場合はどうしてもあの分断されちゃうところがあったりとか、まあ、当然シームレスにはなってないと思いますし、うん、そこでやっぱり負担が後ろに来るとか、まあ、人生のところで工夫した部分はあったと思うんですけど、はい、リダルを選んだりとか、でもそれだけじゃちょっとこれ解決できねえよなっていうところは、まあ、すごい感じたのと、まあ、マドリーに関してはやっぱラモスがいないとこうなっちゃうんだなっていうまあそれだけすごい選手だってことなんじゃないと思いますけどね。まあ、ラモスいないのにね、あの2センターバックとクルトーであんなにボール回してたらやっぱり食われちゃいますよね。狙いちゃう、やっぱり狙いちゃったもんね。面白いのがスペインでさえね、こうバルサの周辺でさえあの惨敗した後にもっとバルサの選手トレーニングしなきゃダメだ、走らせなきゃダメだっていうやっぱ話が出てるっていうのは面白かったですよ。ああそう、うん、だから二ブレもっとしろみたいなこと今言われてますもん。まあ要するにもう一番最初の話ですよね、原点の原点でまず走ろうよみたいな、もう一回そこからスタートしようよみたいな話も出てるわけですね。じゃあだからバルサは多分もともとクライフィズムがあってボール走らせるっていう概念だったはずなのに、もっと選手が走らなきゃいけないみたいなことを言ってるっていうところもちょっと面白いなと思って見てますけどね。ああなるほどなるほどなるほど、うんうん、まあでも実際小田さんが見ててそのこのバルサの今のこの凋落ぶりというか、まあなんていうかこう人の方の能力の方に力をかけてしまったことによってもともと持ってたものをだん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 失ってきたっていうことについてはいかがですか。やっぱりそこはクラブの、まあ、経営マネジメント強化部のやっぱりこうチーム作りっていうところ、結構フロントって大事なんだなっていうのを改めて我がバレンシアも含めて見ると、やっぱりこう常に新陳代謝をして、まあ、特に今のサッカーってね、個になかなか依存、特定の個人に依存するとリスクになってくるので、やっぱチームとしてどうこう磨いていくかっていう部分では、まあ、ここ数年の特にバルセロナの補強面の、まあ、ネイマールがパリにこう行ってしまった17年以降のやっぱり、ね、失策っていうところは、確かにデンベレ、コーチーニョ、大金はたいて取りましたけども、やっぱり思うような活躍はしてませんし、まあ、あとはやっぱりあのヨーロッパの中でもね、こうバルセロナとレアル・マドリードは特に選手をこう優遇してというか、まあ、本当に給与面でももうトップトップでこう、まあ、シティとかパリと比べてもそれより上ぐらいのやっぱ年俸総額払ってますから、逆に選手をこうやっぱり満足させちゃったみたいなところのマネジメントも含めて、やっぱそういうフロントのこう経営手法というか、ね、こうサッカークラブとしてのこうやっぱりあり方、チーム作りって非常にこう難しいんだなっていうところは感じましたよね。戸田さんはどうですか、そのバルサの今回の、まあ、負け方も含めて今後の、まあ、再生方法ではないですけど、そのどういう方向に持っていくべきなのかってことについては、なんかまあ多分根深いものがあるはずで、うん、リバプールにあんだけこうひっくり返されても変わらなかったですよね、うん、今回はもう衝撃的すぎてスコアという意味では衝撃的すぎて、うん、まあ、ついにっていう感じにはなったと思うんですけど、うん、結局なんかこうヒエラルキーの部分も、まあ、その給料の部分もあるかもしれないですけど、選手が強すぎて、うん、いつも監督の方が、それ多分クラブのサポートがどれぐらいあったかっていうところも含めて、監督がいつも、まあ、苦しむというか苦労するというか、その中で多分累戦歴が一つこう、まあ、バルセロナらしいかは別にして答えは見つけたような気がするんですけど、まあ、その選手でできる最高のもので、なおかつタイトル取っちゃったっていうところが、
なんかそれまでのアイデンティティをな、まあ、ない結果的にちょっとなんかこうないがしろにする方向に行ってしまって、でまたネイマールがいなくなった後に、まあ、メッシ・スアレスが残ったとして、なんかもうその2人をどういうふうに、まあ、共存させるかっていうのと、チームとしてどのように、まあ、4つ局面があったら振る舞うかみたいなところが、結局誰もなんか新しいものというか見出せなくて、でも大体勝つじゃないですか大体、ね、大体勝つんですけども、やっぱ際のそのヨーロッパのコンペティションだと、まあそれはリバプールにひっくり返されちゃったみたいなところも含めて、まあ今回もそうなんでしょうけど、で今シーズンに関してはタイトルが取れなかったので、まあ、その結果がやっぱり一番でかいのかなっていう、今回こういう流れになってるのはタイトルが取れなかったので、おそらくもうそういう風になったんじゃないかと思うんですけど、スタートは結構前な気がします。うん、それはもう、まあ、マンパーっていうか、そう、選手の方に、まあ、お金も目線も いすぎてしまったところで、結局みんな監督が疲弊して、なんか僕は疲弊するか、もしくは割り食って辞めなきゃいけなくなっちゃったみたいなところが、まあ、最終的にここまでこんなこう、うん、問題を直視せずに人で解決するっていうところが続いてきてしまった結果、もっとやっぱ全員でっていう、まあ、もともとフットボールはトータルにみんなでやるものなんでしょうけど、うん、なおそういう、こうフェーズに入った時にちょっと太刀打ちができなくなってしまったという感じなんじゃないかなと。あとはチャビがいつ監督になるのかっていうところ で、ね、今クーマンがこう就任したんですけど、これは小田君つなぎになるんですかね。つなぎでしょうね、多分ね。つなぎになった監督がその結構大胆なことをやってて俺はなんかバレンシアの時もなんか似たような感じな気がするんですけど、はい、まあ、それもなんかクーマンにさせてるのかどういうふうにはわからないんですが、なんかどういうこうつながりになっていくのかなっていうのはなんかちょっと気にはなりますね。僕戸田さんに1個聞きたいんですけど、まあ、現時点ではこう情報全く決まってないんですけど、まあ、メッシが仮にシティに行くみたいな話が今現時点であるんですけど、こう今、はい、ペップ・グアルディオラはここ数年バイエルシティでやってきて、まあ、バルサを去ったのは僕はメッシが偉大になりすぎて扱いきれないっていうところがあったと思うんですね。でそのメッシをこのタイミングで引き受けるのかなっていうところはちょっと疑問なんですけど、いやないと思います。あ、全く全部変わっちゃいますよね。だってアグエロにあそこまで要はボールのないアクションを要求し続けて、うん、で選手をこう競争させながらジェズスが来てアグエロが一回ちょっとこう後ろに回って、そこからまたアグエロが進化してみたいなところでこうやってきて、まあ、全員でそういう意味では、まあ、常にアクションを起こすってところでやってきたので全く変わっちゃいますもんね、うん、そうするとその選手が受ける監督に対する印象とかもちょっと変わってしまう可能性もあるし、それはないんじゃないかなと、うん、いう気はします。ただ分かりません、誰がそれを決めるのか分からないから。まあまあそうですけどね。ねえ、うん、ないではない。それ今出たその、まあ、マンシティとリバプール、まあ、プレビア勢に関しては戸田さんは今回、まあ、ちょっとこうペップがなんていうんですかね、オーバーシンキング、そう、オーバーシンキングで、もちろんそれももちろんあると思うんですけども、そのリバプールも含めてこの今後のプレミアのその CL での可能性っていうことに関して言うといかがですか。いや引き続き力はあると思ってます、うん、リバプールも、まあ、アトレチコにこう敗れてしまったんですけど、まあ、ちょうどキーパーがいなかったとか、やっぱりまあ紙一重のところは確かにいろんなことがありますんで、まああの試合に関してはアトレチコは本当に素晴らしかったんで、うん、多分今回言われてるようなそのアトレチコではなかったし、うん、まあ、ちょっとこうリバプール側にミスも出ちゃったので、まあ、負けちゃったみたいなところもあるので、うん、だそのスタイルのところで言うと、もともとクロップ監督が掲げて進めてきたその猛烈にゲーゲンプレスとか、まあ、カウンタープレスみたいなものからはだいぶやっぱりボール保持も、まあ、バランスよく全てこうゲームコントロールはできるような、まあ、それは多分スケジュールの部分も含めて、まあ、シーズン通してこう安定して戦うということも考えてたと思うんですけど、うん、まあ、そういう意味では引き続き力はあるんじゃないかなと思いますし、うんうん、まあ、シティに関しても、まあ、僕がまあ昨年小沢君と一緒にまあ直接スパーズのね、うん、両方見たんですよ。で結局その時は現地でオーバーシンキングって言われてました。うん、でやっぱりなんか大事な試合ではそれまでやってきたものをやっぱりこう
選手に自信持ってプレーさせるべきだって、なんかモーリーニョが言ってたような気がするんですけど。ああ、でもそれ、ベンゲルも昔よく言ってましたよ。ああ、だそういうところで考えると、まあ、今回のトーマス・トゥヘルも、うん、僕なんか持ってやるかと思ってたんですけど、うん、いきなり最後に3バックとかしちゃうのかなとちょっと思ってたんですけど、やっぱりそれはなかったですし、フリックもなかったですし、うん、やっぱ最後の試合で、まあ、いろんなことをシミュレーションしたとき、まあ、重要な試合でシミュレーションしたときに、多分ああいった人はもう本当にとてつもない量のシミュレーションをすると思うんで、うん、そうすると自分の中ではこうなってこうなってこうなんだなみたいなのは多分あると思うんですけど、はい、あの試合に関しては、まあ、3バックでシティが入ったときに、まあ、通常の試合でもカイル・ウォーカーがビルディングアップにかこうサポート入れば、まあ、同じような配置にはなるんですよね、うん、だそれはあの彼らからできるあの攻撃の部分とカウンター対応があったとすると、うん、あの試合はエリック・ガルシアがいて、まあ、フェルナンジーニョがいてみたいなところでちょっとバランスが変わりましたし、うん、ウォーカーがウィングバック入った時に、まあ、最初に高い位置取った時 の突破力がどうかっていうと、まあ、基本ウィンガーの方がいいんじゃないかと思うんですけど、ただまあコルネがいたんでそこにぶつけたっていうのもありそうだし、はい、あとはなんかその先の戦いもちょっと意識した可能性もありますし、うん、ただ実際チャンスは作ってたんですよね、うんうん、チャンスは作ってるんですけど、やっぱ保持型のチームとするとなんかやっぱりこういう形で失点するなみたいなところで、まあ、負けてしまいましたから、まあ、どういうふうに評価していいかちょっと難しいなとは思ったんですけど、マドリの試合なんか逆にすごい良かったんで、守備から入ってて見る人だから、うそうですね、うん、だからまあ選手個々をナチュラルに見たらやっぱりバイエルンとかパリとかに比べるとちょっとやっぱりこう、まあ、落ちると言いますか、足らないポジションはあるんじゃないですかね、実は。うん、実はね、まあ、だからその、まあ、話さっきちょっと戻るんですけど、要するにこう大事な試合の大事なポイントでいくと、やっぱプラン A でいくっていう、A からその後の A ダッシュ、B ダッシュ、C ダッシュみたいなあのところでのパターンを、まあ、いざという時が やるのが今のところは王道ってことなんですかね。うん、まあ、結果、負けちゃったからそう言われると。そう言われちゃうんですよね。そうですね。ただ、まあ、リオンを見ると、まあ、彼らはやっぱり力があるクラブと戦うときは、あれなんですよ。後ろが5になって、そう中盤が3でっていうことをやるんですね。はい、それはまあずっとやってきた部分なんで、しっかりそういうマインドセットができて、まあ、すごくあのタクティカルで、なおかつ勇気を持ってハードワークしたと思うんですけど、うん、そういうふうに考えると、いくらトップの選手でも、結局普段やってない配置じゃないですか。はい、できるとは思うんですけども、一方相手は慣れ親しんだ、要はゆうべもやっつけた、ね、その布陣で、配置で、うん、シティをやっつけに来たんで、そのなんかこうちょっと慣れてない感じが、ああいった本当のトップトップになっちゃうと相手のレベルも高いんで出ちゃうのかなっていう感じはしました。まあ、ほんの少しのほころびが命取りになるっていうねことですよね。あ、そこは絶対的にありましたよね。はい、まあ、あとはその、うん、あとはその聞きたかったのは、そのライプツィヒとアトランタもそうなんですけど、そのまあもちろんバイエルンみたいなチームはスーパースーパーなんですけども、そのある程度こうグローバルじゃないようなメガクラブじゃないような、あーローカルなクラブがこう目指せるべきところの一つのやっぱモデルにはなりますかね。ライプツィですか。ライプツィも、まあ、アタラン、まあ、アタランタもかな、うん、アタランタはちょっと変態すぎてですねやっぱりあのビッグプレイヤーではあのスタイルは無理ですよね。難しいですよね、ちょっとね。やっぱりインテル行っても7試合ぐらいで終わっちゃった監督さんなんで、うん、やっぱり選手を選ばなきゃいけないんですけど、でもまあなんかナチュラルに見たらあの舞台にはおそらく立てないような選手たちだよな、集団だよなっていうチームをあそこまで引き上げてるので、うん、相当トレーニングしないとできないと思いますし、あれは、はい、でめちゃくちゃきついと思うんですよ、うん、だけど、まあ、そこまで持っていくことができた、まあ、その監督の手腕と、まあ、選手たちの努力と、ああなるほどなるほど、こういうふうにやれば、まあ、そのこういうふうにやればっていうのはすごく難易度が高くてそうです、ね、なおかつしんどいと思うんですけど、まあ、そういう意味では僕はすごくロマンを感じましたんで、うん、まあ、感動しましたし、うん、まあ、いろんなやっぱりこうフットボールのスタイルはありえるの でライプチーに関してはアタランタほどその、まあ、変態チックじゃないかもしれませんけども、でも非常によく計算された中で、やっぱりまず配置のところにすごく狙いが見て取れますし、はい、で、まあ、選手獲得するところにもクラブとしてちゃんとこうガイドライン設けてるじゃないですか。23歳以下とか、
年俸は300万ユーロまでとか、うん、基本的にスプリンターが多いっていう、フィジカル的にこうスピードある選手も多いっていう中で、あとは多分徹底的にこっちを鍛えてると思いますから、うん、だから個人の哲夫さんが今こう取り組まれてるような個人のそのテクニックアクションっていうよりは集団としてどのように振る舞うかっていうところにすごくこう取り組んでるクラブなと監督なはずなんで、うん、そういう意味ではオフザボールの、まあ、ポジショニングとそこからのアクションですよね。でやっぱ相手を上回るっていうところが、うん、まあ、やっぱりアトレチコ戦も出たような気がします。うん、これ配置も含めてです。まあでも本当こう、まあ、もちろんいろんなタイプの選手がいて、そのいろんなタイプの、まあ、選手がいるので、そのまあ、一概にはいないんですけど、僕見てた中だとやっぱセンターバックがあのウパメカノみたいな選手がね、はい、もう出てきちゃったっていう表現があってるかちょっと分かりませんけども、はい、あのクオリティがもしかしたらスタンダードになるかもしれないじゃないですか。そうですね。まずでもあの肉体的なポテンシャルがなきゃいけないわけですからね。そうだから、あのね、フィジカルで、あのボールコントロールで、あのデリバリーでみたいな、はい、はい、だ簡単に言えばエリック・ガルシアみたいなプレーをする要は黒人のセンターばっかりいるってことですね。そうです。僕エリック・ガルシア大好きなんですよ。はいはいはい。だからプレミアの中継あるとよく彼のやっぱりこう目線 の、ね、あの持ち方とか、そのインサイドをこうボールをパチンって叩いて、これだけやっぱこのボールスピードがみたいな話をするんですけど、はい、でそれってやっぱりなんか身体的にあの優位性がないので、基本的にすごく意識して取り組むから身につくところだったりするじゃないですか。そうですね、おっしゃる。でも今言われたウパメカノなんていうのは身体的にもうすごくポテンシャルが高いのに、ポジショニングもしっかりまめに取って、そうで攻撃面でもドリブルが使えて運べちゃうからね、引きつけてパスをするとかもちろんかわしてそのまま敵陣まで入っていくとか、まあ、そういうことは確かにできるので、やっぱりこっちもすごく洗練されてると思うんですよね、うん、だそういう選手がもうどんどん出てくると、これからもっと出てくると思うので、まあ末恐ろしいなと。まあ、ブンデスもまあ結構見てきた方なんで、まあ、そういう意味ではライプツヒの躍進もあの微笑ましく見てましたが、まあ、パリにはちょっとかなわねえかなと。まあまあ、あれぐらいやっちゃったら、まあ、パリがあれぐらいやっちゃったら、まあ、現状ライプツヒぐらいだとはまあ難しいなっていう感じはしましたけども、でも好きなチームです僕は、うん、まあ本当に今僕はもう小田さん、戸田さんの話聞いてるだけで楽しいっていうか、サッカーがなんか楽しくなったかなってちょっと僕は思ってるんですけど、いろんなタイプのチームが出てきたり、それは小田さんはどう感じてらっしゃいます？いや確かにやっぱりかなりね、そのクラブの色っていうのがはっきり打ち出されて、まあ、もちろんトレンドはトレンドであるんでしょうけど、うん、そういう中でもやっぱりね、こういろんなこうクラブによって特色、それがその監督の戦術だけじゃなくて、ライプスヒみたいにクラブとしてもう一貫してやってきて、ね、こうグローバルにそういうブランディングしてるっていうところも含めて出てきてるんで、まあ面白いなっていうのと、まあ、一方でこれ見せられちゃったら我が国のフットボールどうしましょうっていうところの若干のこうなんていう危機感っていうか、もうちょっともう違う次元に行っちゃったなっていう、なんか若干の絶望感も僕はこの8月の CL シリーズ見てるとちょっと感じちゃいました。ちょうどあれですね、内田篤人は引退した後にその話をコメントしてましたよね。うん、引退したから話をするんですけどみたいなことを言う、はい、結局そのチャンピオンズリーグの、ね、レベルで行われているものともう別のスポーツだって、それはもうそのレベル、まあ、我々も同じように見てる部分があったとしても、そのレベルで実際にプレーをしてきた人が、そうですよね、まあ、そういうわけですから、まあ、おそらくそうなんだろうなという感じは受けましたね。まあ、内田、ね、朝選手は CL も最多出場だし、最多試合出場、最多分数も出てるし、まあ、一番、ね、上のところまで行ってるわけですから、ステージまで、まあ、その方の言葉は重いかなっていうのは僕も思いました。うん、まあ、まあ日本もそういう意味ではあのスタイルを持ったチームはあの増えてはきてると思います。はい、うん、だそれがあの本当にきちんと基礎の部分から選手に伝えられた上であのプレーが行われているのか、まあ、そこまでは何とも言えませんけども、うん、まあ、いろんなそういう意味では戦い方を採用する監督さんも出てきたとは思いますし、うん、まあ、ちょうど昨日僕東京と鹿島の試合だったんですけど、はい、まあ、ザーゴ監督もあのブラジルの方でレッドブルグループなんですよね、実はね、うん、聞いてたクラブがね、
でもいわゆるこっちの実はタイプじゃなくて、実はポジショナルプレーだと思うんですけど、中島もそういう意味でいろんな取り組みを今してきた中で、やっぱ最初はなかなかこううまく場所が取れなかったりとか、取れるんだけどプレゼンターが行えなかったりとかっていうのは出てくるんですけど、でもまあそういうのが少しずつ日本でもいろんなチャレンジが、まあ、行われていると思いますし、まあ、自分のところでやっぱセレストはずっと、まあ、やっぱ見てきているチームであるので一つね、まあ、ああいった形でゲームコントロールができるっていうクラブも、でその中で選手がやっぱりあの頭の中がインスパイアされて、やっぱりポジショニングが上手くなったり、そこからのアクションが変わるっていうのは、まあ、これは清武でも柿谷でもやっぱ変わってきてる部分はあると思いますんで、まあ、そういったところで日本も変わってきてはいると思うんですけども、やっぱり今見てきたものはもうちょっとというかだいぶ先に行ってんなというところは事実だと思います。これは事実です。まあそういった中で新シーズンがいよいよこうスタートを切るわけなんですけど、まあ、ちょっとこれは、まあ、はっきりこう発表されてないから分かりませんけど、ちょっと CL とか EL で戦ったチームっていうのはシーズンスタートが遅れる可能性もありそうですよね、小澤さんね。はい、まあ、スペインではもう遅れるっていう話ですし、まあ、セビジャなんかもヨーロッパリーグファイナルまで行って優勝したので、はい、まあ、スペインは一応9月12スタートなんですけども、はい、まあ、ウェファのスーパーカップの終わった、まあ、24以降の週末に出てくるっていう、まあ、最初の1節2節はだからどこも8月にこう戦ったチームっていうのは、まあ、プレシーズンのスタートも8月末31日ぐらいからっていう話ですから、まあ、そういう意味では少し遅れて、まあ、これまたイレギュラーなシーズンになるんじゃないかなと。 あとは感染ってこと変わっちゃいます。で、まあ、あとは国によっての感染状況、特にスペインなんかはまた第2波が第1波以上に増えてて、もう1日2000、3000人ぐらいの新規の感染者が、出ている状況なので、まあ、当面また無観客でとかっていうところで、まあ、ちょっとなかなか先を読むのは難しいのかなと思いますけどね。うん、うん、そうですね。